こちら納車でございます。やだ、どうですか、こちらでお願いします。ありがとうございます。重大なことに気づいちゃったんですよ、うん、怖っありがとうございます、まあ、無事に名変も済んでおります。はい、見ていただくと、あの車検の有効が平成7年まで、令和7年、今令和2年だよね。4年です。あ、今令和4年。早いね、2年って経つのが。3年あるじゃないですか。並行輸入で、はい、まあ、日本で登録歴がない車に関しては、うん、まあ、新車扱いになるんです。そうなんだ、はい、ですからあくまでも初年度登録になりますので。ほうほうほう、ありがとうございます、すごい。あとはどういう手続きを、ここからは。いや、もう手続きというのは、あの、あと、ないですか、お支払いをいただける問題はございます。お支払いか、お支払いだけでございます。お支払いか、はい、ちなみに金額は今まで明かしてないんですけれども、はい、金額これ言っちゃっていいの。はい、大丈夫、どうぞ。これを言った方がいいですね。まあ、それをまず言っていただいて、車両本体価格が342万7067円。はい、あの時400ちょっとっていう。まあ、全部あの込みのお値段で、私がこう乗り出せるまでにかかった費用が、まあ、大体400万ですというお話を。あ、そういうことなんだね。ですので、まあ、一応税抜きの価格で、でいろいろ諸経費あって、はい、お支払いはこれですね。現金販売価格、はい、込み込みで425万円でございます、はいはい、ありがとうございます。425万ってそれ1億の車を見た後だからあ、400万かと思うけど、いや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 、すごい額よ。そうですね、YouTube の動画の中で払う額とは到底思えないよね。そう、制作費じゃない、個人のお金がそこに動いてるんだから。本当、あの売りたくないとおっしゃってましたけど、うん、はい、あのね、そうですね、あの流れ上、断れなくなってしまったっていうことと、まあ、ちょっとお時間をいただいたのが、はい、本当に買うのかな、あわよくば、まあ、断っていただけないかな。売る側があわよくば断ってくれ。不思議な関係ですね。いやいやいや、ナビがついたんですよね。そうですね、まあ、ナビがあのついて、まあ、純正チックなナビをつけさせていただいて、うん、ボディーコーティングかけたり、はい、まあ、実はそのサービスで、まあ、あのこの契約書を書かせていただいた後だったんですけど、うん、まあ、車がきれいになったんで内装もきれいにした方がいいんじゃないんですかっていうですね、ちょっとそんなのもいただいちゃったんで、じゃあもうやっちゃいましょうっていうことで、内装もきれいにやってで、まあ、納車前にちょっと点検、最終点検をやってる時にですね、はい、タイヤにちょっとこうイギリスから持ってくる時についてしまった傷があったもんですから、うん、まあまあ井戸田さんに何かあってはいけないので、はい、じゃあもうタイヤも怒っちゃおう、うわ、まあ、新品のタイヤ4本、細部までいろいろとありがとうございました。もう本当大切に乗りますんで、もし何かあった場合はまたこちらにお返しします。はい、ありがとうございます。いや、ずっと乗りますから。ありがとうございます。本当にその売るしぶしぶ感がずっと出てるんだよ。いつでも返してくださいみたいな。ただ同じ車としてはやっぱり本当に2倍ぐらいしますんで、ただ車の状態の良さっていうのを見ていただいて、はい、まあ、そこを本当に理解していただけたんで、この方だったらまあ譲ってもいいなっていうのが正直な気持ち。認められましたよ。いえいえ、見てください、汗でだいぶシャビシャビビシャビシャになってますよ。白株、この T シャツが、オーナーズクラブの T シャツらしいんですよ。いや、いよいよですか。お支払いを、ありがとうございます、しようと思いますので、はい、はい、私今日朝銀行に行きまして、下ろしてきたんですよ。おお、素晴らしい。素晴らしい。1
1、2、3、450あります。あ、そんなにいただけちゃう。違いますよ。足りないといけないと思って。この50、残りは持って帰る。お釣りなんだから。これで、はい、これでお納めください。すいません、どうもありがとうございます。とりあえずこれでいいですかね。はい、ありがとうございます。ちゃんと確認した方がいいですよ。大丈夫。表と裏だけで、あと紙みたいなさ。バラエティじゃないんだから。やらしいな、こんなことすんの。もうどうですか、素晴らしい。一番大きい買い物ですか。一番大きい買い物、うん、あの自分のチャンネルでもバイク買ったけど、バイクはやっぱその400万とかする代物じゃないからね、うん、だから俺もちょっと驚いた。最初さ、銀行行ってさ、こうやってこうやって渡されたんですよ。と思って、もうちょいでかい封筒ありますって言って、こっちに入れ直しても、俺これでもって通報でも外歩くの怖いよと思って。なのでこちらをお納めください。ありがとうございます。こちらでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。BMW330 カブリオレオーナーになりました。見てもらいたい動画があるんですよ。何？これ気になるから。これおいくらですか？これは売る予定ではない。ふざけんなよ。口悪いね。全部の原価で、まあ私は原価言っちゃうんですけど、原価で400万ぐらいです。買います。何が問題なの？まだわかんない。これください。400万でしょ。全然買える。いや、すごい、僕重大なことに気づいちゃったんですよ、うん、400って言ってた。原価ですよね、うん、あなたが買ったのは400。原価で買った。ありがとうございます。とんでもございません。とんでもございません。儲けなし。実はあなたが勝手に決めてたの。俺が決めたの。400万でしょ。全然買えるよ。いやいやいや、原価で400万かかったんです。400万っていうふうにした。まあ、売り値とは一言も言ってないんです。原価で400万買えます。で400万、怖っ。どうなの。普通しょ、ありえない。それプラス特別にタイヤ変えてくれたり、うん、内装やってくれたり。うわー、うん、まさかの。そう、あの時さらりと値段交渉してたんです、これ。勝手に決めちゃってた。すいません。ありがとうございます。それなんで、あのなかなか私の踏ん切りがつくのに時間がかかった。そんなことないです。本来はこの値段でもないんだ、はい、もうちょっと高いんだね。もうちょっとどころか、まあ、そういうことだと思います。まあ、なかなか難しい値段ですけどもね、だから、まあ、売りたくないっていうのが一つ、そういうのもあったんですよ。まあ、高いって思われるのも嫌だし。そうかそうか、そうですよね、ですから、まあ、気持ちよく乗っていただけるっていうのはもう本当にありがたいことなので、はい。いや、400万で買ってきて、さらに直してで400万で売ってくれたんです。でもこれを継続するのは不可能でございますんで。本当にご視聴者の皆さん、これは今回特別だということになりました。すいません、特例を作ってしまいましたが、それが続くわけにはいかないので、これが通例になると困るんでね。体で返してみましょう。体で。ハンバーグ送りますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。それはそれは確かに今動画振り返ってみたらそうだね、ずいぶん強引に値段を決めてたね。勝手にあの時はもうぐっとテンションが上がっちゃってたもんですから。ああ、いえいえいえ、まあでもあの本当にあの車の良さを理解していただけたのはすごく嬉しかったので、まあ、あのこのままクラブ員になっていただいてですね。まあ一緒にあの一緒にクラブ員っていうのは少し怖い気がなんか気持ちが通じたところもあると思いますので、あの大切に乗りますので、今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。車というのはこういうふうに買うものじゃないので皆さん誤解ないように、はい、お釣りいただいていいですか。わかりました。ちょっと待ってください。買いました。